ありがとうございます。いいの。前回はメタルゾーンやった。はい、そう、早速メタルゾーンのプリアンプ的な使い方をしたらめっちゃいい音出るんじゃないか説を検証して、めっちゃいい音出ましたね。出たね。ねえ、まあ、ただね、そう、あれはボスの中でも特殊なわけ。うん、うん、あのやっぱプリアンプとして作られたんじゃないかっていう感じ、説が出るほど。そう、でもプリアンプのエフェクターってもの自体が割と独特じゃん、ね、やっぱ歪みエフェクターっていうさ、このアンプのそのこの間はリターン端子っていうさ、こう裏側に刺したんだけどさ、でも普通はやっぱ表に刺して使うものなわけよ、歪みエフェクターっていうのは。ね、その中でこうハイゲイン系というか、うん、うん、あのメタルゾーンみたいなハイゲインの音をジャーンって出すぞっていうエフェクター、うん、歪みエフェクターのジャンルですよね。ディストーションっていうエフェクター、それのもう元祖中の元祖というか、ディストーションが広まったのはこいつのきっかけだっていうエフェクターの紹介です。 DS1 イエー、ボスディストーション DS1 です。ちょっとなんかかっこよく言えなかった紹介をかっこよく言えなかったんだけどあのね、ディストーションっていうもの自体は、MXR のディストーションプラスっていうのが1970年に出たんですよ。はい、はい、で、その時、まあ、ディストーションプラスって名前かで、なんだけど、そのディストーションプラスって名前ではあるんだけど、内容としてはファズに近い歪み方をするエフェクターだったって言われてんだよね。うん、歪むんだけど、まあ70年代だからそんなもんだよね。60年代前半から後期にかけてファズがいっぱい出てきて、そうで、まあ70年代後半あたりからこうオーバードライブとかが出てきたから、そうそうそう、だからディストーションって名前自体はあったんだけど、俺たちの知ってるディストーションっていう音ではなかった。うん、ね、まあディストーションプラス今も発売してるからね、音聞けばわかると思うんだけど、そうで、そのさ、当時のリハスタってマーシャルってあんまなかったらしいんですよ、うん、1900、あのこのディストーションが発売したのが1978年。うん、この当初っていうのはもう俺たちも全然生まれてないからさ、はい、全然その当時の状態を知らないんだけど、あんまリハスタにマーシャルとかがなくて、マーシャルの音を歪ませるとかね、その歪んだマーシャルにオーバードライブをかまして、ゲインブースターにしてハイゲインなサウンドを得るとか、そういうこと自体がそもそも難しかった。うーん、そういう時代らしいのよ。うん、だからエフェクターだけでかっこよく歪む音が求められてた時代だった。はい、はい、うん、で過激に歪むエフェクターはあったよ。さっきも言ったけどファズがあった、うん、ファズがあったのよ。だけどファズってファズのような音しか出ないわけ。そうだね、そうそう、ちょっと毛羽だったさ。まあビッグマフとかはそういう意味でディストーションに近かったから比較的扱いやすい音だったのかなとは思う。だからいろんな人がビッグマフを今でも使ってるっていうのはさ、ね、昔から流行ってる、それは理由があると思う。でももうちょっとファズじゃないアンプのような、なんならその当時のマーシャルの、はい、歪んだハイゲインの音をもっと誰でもどこでもコンパクトに出せるエフェクターはねえのかっつって出てきたのがこの DS1 なんじゃないかと。仮説と、まあ、まあまあそう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 、まあ時代背景的にはおそらくそうでしょうと。はいはいはい、あの70年代後半ってハードロック全盛期。そうだね、そうそう、レッド・ゼッペリン、 ACDC、 そう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 、あとはなんだろう、ディープ・パープル、あと70年代前半？いや、後半。後半。まあ、中期。中期にすごい流行って、で、そう、その音をみんな憧れてるから78年に出たんだよ。ってことは70年代当時から使われてたってのは、誰だっけな。あ、でも、そう、マイケル・シェンカーや、まあ、バンヘイレンを指して、ジューダス・プリストとか、そこら辺のフォロワー。だからヘビーメタル、ハードロックヘビーメタル。80年代初頭のイギリスのハードロックヘビーメタルら辺のこう引き付け役となったというか、そう、そこら辺のサウンドにも DS1 すごい影響を与えてる。うん、っていうかそこら辺の人たちがこれ使ってるらしい。だからね、俺が思うのは元祖
マーシャル系エフェクターなんじゃないかと。あれ、ごめん、俺ね、これはね、実は俺ちゃんと DS1 を使ったことない、からちょっと適当なこと言ってるかもしれない。音鳴らしたら全然マーシャルじゃねえってなるかもしれないんだけど、でも作られた背景で考えると70年代の後半あたりのハイゲインアンプって多分マーシャルくらいじゃないと思う。で、だからマーシャルみたく歪むエフェクターが欲しいっつって、で、手軽に歪むディストーションってのが開発されたっつったら、音はね、だマーシャルに近い音はしてるんじゃない、少なくとも。それが売りだったんじゃないかと思うわけ、ね、で、当時の人たちにとっては画期的だったわけよ。もう真空管アンプをさ、もうフルテンにしてさ、フルテンにしてパワーアンプもグイーンって音量上がりまくってうるせーってなってる中、ようやく歪んだその音をオーバードライブでブーストするとか、そういう手間が一切なかった。小音量でも歪んだ音が手に入るっていうのが、アンプ並みに歪んだ音が手に入るっていうのはかなり画期的だったんじゃないかと、そうっていうのがあって、78年から今もずっと、まあ一回ね、なんか生産中止になってるんだけど、そう、でも復活して売れ続けてるっていうのは、これなかなかすごいんですよ。このディストーションとエフェクターの歴史がなかなか面白くて、まあ、よくなんかカート・コバーンが使ってるんですよってみんなさ言うんだけどさ、あ、使ってんだ。なんか俺 DS2 のイメージだったんだよね。まあなんか本当 DS1 って言ったらまずカート・コバーンとかって言うんだけど、じゃあニルバーナみんな知ってんの、そんな。俺たちはさ結構聞いてるからさ、ちゃんとフォロワーなんだけど、じゃあ俺たちが知ってるくらいみんな知ってんのみたいな話じゃん、そんな初心者の人に。ニルバーナが使ってるこの DS1、 ニルバーナが使ってるんですよ、スカートコバーン使ってるのすごくないですかって言われてもさ、グランジってジャンルにさ、そもそも馴染みがない人たちってあんまピンとこないと思う。今は少ないんじゃないのかね、グランジって、ね、だっていいとこさ、スメルズ・ライク・ティーン・スピリットのイントロを知ってるくらいだよ、みんな。昔ね、もうほんとあれだよ、ずっと弾いてたよ。あ、俺が？そう、イントロ学生の頃、まあ、それしか弾けなかった。超簡単って言ったらあれだけどさ、ね、そう、これは確かにね、シンプルで簡単だから、でもみんなこれくらいしか知らんでしょ、ね、You know you are right とか知ってる？あとなんだろう、俺インユーテロの曲とか結構好きなんだよね、ハートシェイプトボックスとか、あとブリード一緒にやったもんな、バンドで。そうそうそう、とかさ、キャッチでかっこいい曲すげえいっぱいあるんだけど、でもそもそもみんなグランジ知らんしょって話で、だから DS1 イコールグランジの音みたいな表現をされるんだけど、そうじゃないと思うのよね。セールストークとしてそういう言い方をするんだけど、いやいや、元はだからちょっとハイゲインアンプの音、ハイゲインスタックアンプの音を意識してるはずなの。つまりマーシャルっぽい音になるはずなんだよ、ということでさ、今プッと思い出したけど、グランジって、要するにオルタナから派生してるんだけど、はいはいはい、グランジって要するに70年代後半のハードロックからインスパイアされて作られたものがグランジだし、なるほどなるほど、パンク的な要素とか、メタルとかに、あ、メタルか、メタル、商業メタルに対しての反対するアンチテーゼとしてグランジが生まれて、そのグランジっていうのは70年代後半とかのハードロックからのソウルを、なんつうのかね、もらって作られたみたいな。あ、影響を受けてるみたいな。影響を受けてるから、まあ、グランジをたどせば、の音をたどせば、こいつにたどり着く。なるほど。彼はこれを使うっていうのはなんかわかるよね。ああ、なるほどね、確かに確かに、そうか、70年代後半のハードロックから影響を受けてるグランジであるからこそ、その年代の代表的なサウンドであった DS1 を使うっていうのは、まあ、至極当然というか自然な流れであるって話ね。でも、なんかもうだから、グランジとかでよく絶対使われないっていうのは、メタル系サウンドは絶対に使われない。ああ、それアンチメタルみたいな。そうそう。とか商業的なメタルっていうのに、反してるとこはあるんじゃないかな。そうだね。
そうそうそう。だからね、DS1 って、まあ、そう、グランジの代表みたいに言われるんだけど、いやいや、そもそももっと元をたどれば、70年代ハードロックから続く音なんだよ。っていうことを俺はすごい伝えたくて。で、まあ、そういう音なんじゃないかっていうのを、ちょっとまたね、こう、マーシャルとジャズコで、こう、移動時にね、こう、やっていきながら検証していきたいと思います。ただ、正直俺 DS1 をちゃんと弾くの初めてだから、そもそも結構ドキドキしてんだよね。あんま使わない。あんま意外とね、使わないよ、うん。オーバードライブあればいけちゃう。そう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 。もう俺たちの時ってもうブルースドライバーだから。どっちかっていうと、うん、ブルースドライバーの方がなんかオールマイティでいい音じゃんみたいな流れだったから、そうそう、ディストーションはちょっと古いエフェクターのイメージではあったんだよね。で結局俺はあんま触る機会なかったんだけど、これを機にちょっと触ってみようと思います。はいはい、じゃあちょっとやってみますか。うん。じゃあまあクリーンの音はね、こうまずマーシャルでまずやるんだけど、クリーンの音はやってみるよ。あ、これやっぱ噂に聞いた通りレベルがさ低いね。さすが。あ、これトーンや。くそ、騙された。なるほど、ちょっと弦上げていい？全然好きなんだけど、うん。でさ、どうしよう、ちょっとこのマーシャルの歪みチャンネル使ってみてもいい？ああ、で、そうそうそう、これはクリーンっていうか、その前にして、なんだろう、当たらずも遠からずというか、うん、音の傾向が似てると言われれば似てる気がする。似てる気がする。うん、決してなんか全く違うとこを目指してる音ではないよね。うん、うん、なんかでもどうなんだ、俺個人的に、うん、DS1 の方が好きかも。ああ、むしろむしろ、ね、むしろ、はい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 、意外だね。すごいね。DS1 評価高いね。の方が、うん、いや、わかんない。これ、ギターって、うん、まあ、さっき
きのメタルゾーンと違うところってさ、はいはいはい、結局この後にさ、うん、この前にもさ、うん、いろいろエフェクターをつなげていくから、あ、まあその中でどうなるかってとこだけど、はいはいはい、まあ別に、うん、俺はそんなにどっちかっていうと DS1 の方が好きかな。そう、いや俺 DS1 なんかもっとスカスカな音なのかなと思ってたんだけど、結構普通に分厚いよね、うん、で、そのマーシャルシミュレーター、78年に出たマーシャルシミュレーターとして考えたらかなり精度高いと思う。わかる、うん、伝われるなんか気持ちは、うん、マーシャルっぽさは俺なんとなくある気がすんのよ、うん、マーシャルの音色を参考にしてそれを70年代の技術で作りましたって言われたら、あ、まあこれくらいになるよね、そりゃね、みたいな。そう、マーシャルのアンプで鳴らしたから特にそのマーシャルっぽさってのはなんか出たのかなと思って、うん、まあ、それはそのまあ本家のマーシャルの方がマーシャルな音するし音圧もあるんだけど、でもね、当時でこれ作ったっていうならかなり完成度高いよな、うん、だって史上初のディストーションだからね。そう、ファズっぽくない。それだって俺これ十分マーシャル、元祖マーシャル系と言って差し支えないんじゃないかと思うんだけど、ちょっとそれは褒めすぎっすかね。まあでもなんか似てる、本当に、うん、なんか親戚感あるよね。そうそうそう、親戚感ある。そうそう、その系統なんだなみたいなのは親戚わかる、うん、いや兄弟ではないけど、うん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 、なんかはとこいとこみたいな。そう、ちょっとトーンも触ってみて。真ん中がいいな。真ん中がいい。真ん中が一番バランスいいね。うん。ちょっとさ、ディストーション下げてみる。あ、オッケーオッケーオッケー。真ん中より下げる。それ今、だって。今かなり10でしょ。もう、真ん中、センターで。はいはい。これで。で、ちょっと行ってみるか。うん、下げた方が好きか。ああ、なるほど。うん。と
トーンはやっぱセンターがいい。なんかトーンはね、センターの変に、うん、うんうんうん、わかるわかるわかる、割とそうだね、うん、まあでも個人的に歪み上げても下げてもそんながっつりさ、うんうん、えげつなく変わる感じがしてなかったから。ああ、そうだね。なんかディストーション DS1 感は残しつつ、本当にあくまで歪みの量だっけ、そう 量が変わる、うん、ね、こうジュワジュワっとしたこう、うん、量、歪みの粒子の量だけ変わって、でも DS1 感ってのはずっと残るよね。ああ、個性は強いよな、やっぱり、うんうんうん、いやでもいいね。俺ちょっと思った以上にマーシャルのニュアンスをちゃんと掴んでる感じ、うん、うん、俺好きだわ。ただこれさ、今レベルマックスなんよ。レベルマックスだけど、多分クリーンより気持ちちっちゃいんじゃないかな。気持ち波形見るとちょっと、そうだよ、クリーンの方が今録音してるキューベースの波形見るとクリーンの方が気持ち大きいよね。ちょっと大きいかも。そうそうそう、なんかこれね、DS1 持ってる先輩とかにも話聞いて、なんかそうボリュームダメなんだよねっつって、だから DS1 は DS1 のまま使うのがいいのかな。そうで、ちょっとこれ豆の話だけどさ、プロコラットっていうさ、ラットっていう、こうディストーションの今も、はい、超名機っていうか定番があるんだけど、はい、実はこの DS1 を元にして開発されてるっていう話があって、その回路をね、回路を DS1 の回路を元にしてプロコラットを作りましたよって話があるくらい、この DS1 ってだからその後のディストーションにも大きな影響を与えてるわけですよ、うん、うん、だからプロコラットもある意味マーシャル系と言えるわけ。マーシャルのように歪みと、まあそうだよね、そう、その系統だと俺は思うわけよ、 DS1 を元にしてるんであれ。え、なんかって読んだけど、うん、結構マーシャルの歪みも意識してるって書いてなかった。ああ、なるほどね、ね、すごいよね。だから今のさ歪みエフェクターってちょっとまた違うと思うんだけど、当時の歪みエフェクターっていうのはさ、あくまでそのさっきも言ったけど DS1 のさ、こう発祥がさね、開発したのがそのマーシャルのハイゲインな音をもっとちっちゃい音量でも出せるようにとかさ、こう日本でこうマーシャルがないとこでも誰でも気軽に出せるようにって作られたわけ、うん、つまりマーシャルの歪みというか、こうアンプの歪みの代用が歪みエフェクターなわけ、うん、今までの歴史っていうのは。結構最近はトランスペアレント系っていうさ、なんかあんまりそういうアンプを意識してない、こうですね、こう歪みエフェクターだけで気持ちいい音を作ろうっていう方向に変わってるけど、でもほんと最近の最近までは歪みエフェクターっていうのはどうやってアンプの音を再現するかとか、うん、つまり歪みエフェクターには元ネタとなるアンプのサウンドがあるわけ。そうだね、ラットしかり DS1 しかり、そう、何かしらこのアンプの音を参考にしてこのエフェクターは開発しました、歪みエフェクター作りましたっていう流れがあるはずだから、そこを知っておくと面白いと思う、うん、音作りの参考になる。 DS1 はマーシャルっぽい音を多少は意識してるんだろうな、うん、っていうのが分かってれば、マーシャルをさ、マーシャルの音が好きな人はさ、結構 DS1 使いやすいと思うわけ、うん、うんうんうん、他のエフェクターもね、いっぱいあるもんで、そうそう、そういうのをね、そう、歴史を知るっていうかね、元ネタを知るっていうのは、俺はこうエフェクターを、歪みエフェクターをね、使う上ではすごい重要なんじゃないかな。これさ、うん、ジャズコでもやってみましょうよ。やってやりましょうよ。ですよね。ですよ、いや絶対やらないと。よし、じゃあどんだけね、マーシャルの音に近づくか、ちょっとやってみましょうよ。はい、はい、俺の予想めっちゃマーシャル。なんか、めっちゃだ
なく感じる。あちょっといい、あ、いい、あいい、いい、そうだ、ちょっとめっちゃ原因上げて、で気持ちね、ちょっとトーン下げていいかな。マーシャル感ない、マーシャルっぽくない、 DS-1 の音がするなあ、不思議だな。なんだろう、ちょっと足んないとこをこっちの EQ で足してみる。あー、まあ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 、ちょっとトーンは戻して、でトレーブルちょっと気持ち下げて、ロー上げてみる。アンプ感出た。ちょっとさ、試してみていい？いいよいいよ。逆にこっちのディストーションを下げて、はいはいはい、ローランドのディストーションいってみよう。どんだけどんだけ上げる？まあ任せるわ。本当に。じゃあディストーションちょっとフラットにして、ジャズコはトレブル気持ち下げてベース結構上げてます。ディストーションの癖が強いのよ。強いよね。ジャズコのディストーションかけたらね、ちょっと下げてみよう。ちょっと下げてみようか。いや、なんかさ、やっぱりローランドだから、こっちをフラットにして、こうジャズコで音作りしてみるっていう。そう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 。ちょっともう一回いくよ。あの、もうディストーションさっきフラットにしたんだけど、もう今9時くらいまで下げる。あら。ファズになった。ファズ。完全にファズ。違うなぁ。なんだろうなぁ。どういう開発を意識したんだろうね。このローランドを、うん、ジャズコの設定をね、うん、どういう設定にしてこいつを生かし、作ったんだろうな。そう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 。だから今パッと弾きフラットにして物足りなかったのは、ローの、うん、低域っていうかこうスタックアンプ感が足んなかったからローはすごい上げたわけで、逆にちょっとバリバリギチギチキンキンしちゃうからトレーブルは下げたわけ、うん、そうするとちょっと和らいだんだけど、でもマーシャルかと言われればまたちょっと ね厚みが足りない、ね、ちょっと厚み足んないなっていう気がして、なんかな。でもマーシャルに DS-1 刺した時は良かった、割と、うん、音悪くなかったよね。
そう、だからなんか一概に言えないなっていう、あの今の検証の結果としては、なんかね、ジャズコでボスのエフェクターが開発されてるから一番相性がいいんだよって言って、それはちょっと一概には言えないなっていう結論になっちゃった、うん、マーシャルの方が DS1 気持ちいい気がするんだけど、うん、まあ、ちょっとね、あの DS1 初心者なんで、あのなんかもっといい音出す方法あるよみたいなね、知りたい、ね、知りたいから、うん、ちょっと分かる人は教えてほしいな。そうしたらなんかリベンジ企画やりたいくらい。そうなんで、ドイツをこう、まあ例えばジャズコだったら、あの、まあ、ベースどんぐらいとか何時とか、うんうん、コメント欄の方にねぜひぜひ。じゃあちょっとさ、あのもう一回さっきの俺のおすすめのセッティングにで弾いてみて、でその後マーシャルの歪みちゃんとした、うん、ショックの歪みでもう一回やってみる。そうだ、それを聞き比べてみよう。客観的に聞いてて、いやー、やっぱ全ちょっと違い、同じではないよ。ああ、なるほどね。うん、頑張ってはいるけど、うん、ジャズコと、うんうんうん、マーシャルのジャズコプラス DS1 と、うんうん、マーシャルの歪みで比べたら、うん、ちょっと遠い親戚になった。ああ、逆に遠くなったね。うん、ハトコくらいになったね。うん、もうちょっと、うん、もっと遠いんじゃん。もっと遠いかちょっと7等身くらいさっきのね、マーシャルに DS1 はいいんだよね、割と。まあまあまあ、人口感はあるけど、さっきの、まあ、ジャズコよりは気持ちいい音出るなっていう。そうだね、印象出すな印象出すな。いやー、これに、うん、ジャズコがなってほしい。うん、そうそう、これくらいの音をジャズコが出してくれてたら結構嬉しかったね。まあ、だからおそらく最初はマーシャルっぽい音っていうので開発されたんだろうけど、やっぱり違う用途で使う人が多くなったっていうのはこういう理由もあるのかな、かもね。うん、でさらに、いやいや DS1 よりうちの方がマーシャルっぽい音出しますよっつってラットとかが出たとかさ。うん、DS1 さんがあのマーシャルさんをね意識して作ってらっしゃるのは分かるけど、いやちょっとうちらの方がうまく作れますんでみたいなそういうノリがあって、こうラットもあるのかなって。まあラットってさ、音も特に幅が広いからさ、ファズっぽい音がラットって人もいるんだけど、だね、でも普通のね、ちょうどセンターくらいのさ、気持ちいいジャリッとした歪みって確かにマーシャルに近い気がする。うん、うん、そう、だから DS1 はね、そういう意味でこう違う使われ方をしてきたエフェクターでもあるのかな、かもね。最初の用途っていうかさ、開発目的とはまた違う方でこうファンができて、うん、でまあだからグランジュっていう代名詞になったりとか、うん、してきたのかなっていう印象だったね。いやー、なんとかなんないよね、ローランドで。ちょっとこれをそこでね、そう、ちょっと
教えてほしいっすわ。逆にジャズコリターン、リターン。いや、わからんわ、ちょっともうネタ枠だよ、これ。ほうほうって感じだね。ほうけど、意外とね、意外と良かったね。悪くはないけど、うん、求めてたものとまた違う感じが出たって感じ。確かに。ちょっとそうなんだよね。マーシャルっぽくだったかっつうとそうだね。ではないけど、もう今多分ここのマイクとかで撮ってるから、あんまりパッと聞き分かんないかもしれないけど、あの、そう、そう、なんか、もこっとしたところに DS の差し込んだなみたいな。そうだね。まあちょっとね、うまい使い方分かる人教えてほしいですわ。よろしくお願いします。まあでもね、勉強にはなった。うん、 DS1 やっぱ元祖ディストーションってだけあって、使えない音かっつったらそうじゃない。ではない。うん、全然あのなんか思った以上に低域の厚みもあるし、ブリッジメイトズンズンズンっていうのもいけるし、あ、なんだかんだやっぱこれ選ばれるの分かるなっていう、うん、印象が結構好きなエフェクターだったわ。うん、これを求めて、この音はやっぱこれでしか出ないなっていう感じだから、うんうんうん、逆にね、個性がある。なんか俺はやっぱ思ったけど、うん、ちょっとロー、あのジャズコ、うん、これ TS9 と組み合わせて使ったらちょっと化けるのかなってちょっと思った。そうか、マーシャル系の歪みだからチューブスクリーマーをかまして。そう、なるほど。中域とか、うん、ちょっとね、抜けさせたら、あ、なんかジャズコでやっぱ生きる、生きそうかな。なるほど。やってみなきゃわかんないけど、ちょっとチャレンジだね、これは。 TS とかでやったら、あ、まあ、要するにあの TS9 のチューブ系、真空化系だから、なんかちょっと足りないとこを補うためにいいんではないか。確かに、ちょっとふと、ちょっと面白いね、それね。うん、いいな、ちょっと今後また検証として。そうですね。うん、ちょっと議題に上がってくるんじゃないかっていう。DS1 をだからいい音で使う方法を見つけたいっていう、そういうね、ジャズコでね。そう、ジャズコでちょっとそれはやってみたいね。うん、やっぱこんだけ使われてる名機なんだからね、うん、そういう方向というか道があるはず、絶対。ちょっと探していきましょう、我々。はい。はい。じゃあ、そんな感じで、ちょっと課題は残ったけど、勉強になった回ということで。はい。ね、本当にありがとうございました。じゃあ、また、はい、次回別のエフェクター、ボスエフェクターでお会いしましょう。じゃあ、さらなす。